御社の大学受験パート9、本日は立教大学についてお話ししていきます。立教大学の学部、入試、就職、学園祭、留学などについてお話ししていきたいと思います。まずは立教大学には学部が10の学部、2つのキャンパス、1コースがあります。まず池袋キャンパス、こちらですね、ツタの絡まる校舎で有名な池袋キャンパスですが、こちらには文学部、異文化コミュニケーション学部、経済学部、理学部、社会学部、法学部、グラップと呼ばれるグローバルリベラルアーツプログラムがあります。グラップというのは2017年新設の学部で、2年次秋から1年間の留学が必須となっています。原則英語の授業で徹底した少人数になっています。また異文化コミュニケーション学部、こちらも近年人気ですが、2008年に新設された学部になっております。こちらは日本語、英語プラス1外国語を学ぶということで人気があります。また文学部にはキリスト教学科というのがあり、そちらも特徴的かと思います。社会学部にはメディアに強い先生もたくさんいるということです。それではあとは新座キャンパスですね。こちらには観光学部、コミュニティ福祉学部、現代心理学部というのがございます。観光学部、コミュニティ福祉学部は1998年に作られた学部で、現代心理学部が2006年に新設された学部になっております。現代心理学部には映像身体学科という珍しい学科もございます。続いて入試について説明します。入試は一般入試、こちらは全学部日程もしくは個別学部日程というのがあります。センター試験利用入試、自由選抜入試、国際コース選抜入試、アスリート入試、帰国生入試、外国人留学生入試というのがあります。続いて学費ですが、入学金が20万円、検定料は3万5000円ですね。年間の学費が文系が約113万円、4年間で約453万円、理系は約161万円、4年間で約645万円になっております。就職に関しては2017年のこちら数字ですが、就職決定率は 84%、 進学は 4.6% です。資格取得支援制度というのも充実しているということです。教職は学部により教員免許の教科は異なる。また、観光学部がありますので、旅行業務取扱管理者のための公開講座というのも設置されています。続いて学園祭、オープンキャンパスについてお話ししていきます。学園祭は通常池袋キャンパスは11月3日から5日、新座では11月3日4日になってます。オープンキャンパス2019年の日程が出ております。池袋キャンパスは8月1日、経済学部、経営学部、理学部、コミュニティ福祉学部です。8月2日文学部、異文化コミュニケーション学部、理学部、現代心理学部、グラップ、そして8月3日が理学部、社会学部、法学部、観光学部となっております。新座キャンパスでも行われております。8月23日、24日観光学部、コミュニティ福祉学部、現代心理学部が実施予定となっております。続いて留学制度について説明していきます。留学制度は海外留学プログラムというのがあります。こちら半期または1年ですが、アメリカのケント州立大学またはセントクラウド州立大学に4ヶ月または約10ヶ月留学するプログラムとなっています。現地大学と立教大学両方に学費を払うことになりますが、成績次第では派遣留学と同じように授業を受けることが可能です。また認定校留学制度というのがあります。協定校派遣留学によらず、学生個人で留学先大学の留学許可を取得した留学計画に対し、立教大学が正式な認可を付与する制度ということで、ご自身で学校を探してくるという制度になっております。国連ユースボランティア、
学生を開発途上国へボランティアとして派遣するプログラムです。約5ヶ月間開発途上国において国連事務所や政府機関 NGO に派遣され、各機関のスタッフや現地の人々とともに活動に従事するものになっております。また各学部での独自のプログラムもあります。派遣期間は半期または1年となっております。海外企業でのインターンシップなど海外をフィールドに実践的に学ぶものもあります。これに対して立教大学独自の奨学金というのもございます。立教大学グローバル奨学金、成績優秀者留学支援奨学金、また学外のものですが日本学生支援機構が実施する制度として飛び立って留学ジャパン海外留学支援制度第2種奨学金というのがあるということです。立教大学の概要はそちらですが、立教大学では、池袋の第一食堂というのが趣があるということで有名です。また図書館が2012年に新設され、こちらが館内全域に無線 LAN、 こちらですね、無線 LAN があり約112万の蔵書があるということです。また立教大学では六大学野球ですとかアメフトなど体育会も盛んということです。2014年には創立150周年ということで箱根駅伝本戦出場を目指すプロジェクトというのも立ち上がっているということです。以上で本日は立教大学の概要を説明させていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは現役予備校講師監修のもと大学受験の過去問や勉強法などを随時配信予定です。 Twitter でも受験生へ向けた情報を発信していきますので、チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。